スティーブン・ブラッドバリー、スティーブン・ブラッドバリー、スティーブン・ブラッドベリー、1973年10月14日帯は、オーストラリアニューサウスウェールズ州シドニー市、カムデン出身の元男子、スピードスケート、ショートトラス選手。ブラッドバリーは2002年に開催された2002年、ソルトレークシティオリンピックの男子、 ショートトラックスピードスケート1000メートルにおいて誰もが思いもよらなかった結末で優勝を果てだ金メダルを獲得したことで有名である。1991年にシドニーで行われた世界ショートトラックスピードスケート選手権大会の5000メートルリレーで金メダルを獲得した。これはオーストラリアがウィンタースポーツの世界選手権で獲得したはつの金メダルであった。 世界チャンピオンとなったオーストラリアチームは1992年アルベルビルオリンピックに出場したが準決勝で敗れた。ブラッドバリーはチームの補欠選手であり個人種目にも出場は果たせなかった。1994年リレハンメルオリンピックではショートトラック男子5000メートルリレーオーストラリア代表の一員として出場準決勝では2位となり決勝に進出。 決勝で3位となり銅メダルを獲得、オーストラリア初の冬季オリンピックメダリストとなった。個人500メートルでは準決勝で敗れ、5から8位決定戦で4位となり8位。1000メートルでは他の選手からの妨害を受け24位に終わった。1998年長野オリンピックでもリレーに出場したが8位。個人500メートル、1000メートルではそれぞれ19位。 21位に終わった。2002年ソルトレークシティオリンピックでブラッドバリーはショートトラック1000メートルに出場し金メダルを獲得した。この勝利によってオーストラリアのみならず南半球の国に初めての冬季オリンピックでの金メダルをもたらした。1回戦は幸運にも同じ組の対戦相手にブラッドバリーよりも飛び抜けて速い選手がいなかったため接戦となり、 ブラッドバリーが混戦を制して1位でゴールし、準々決勝に進出した。準々決勝は、アメリカのアッポロアントン・オーロなど、優勝候補らと同じ組となった。ブラッドバリーは後日の通り選考に激利を図るも、体力が尽きてしまい、レース中盤から再開、4位に交代し追走する状況となったが、最終コーナー直前、日本の田村直也とカナダのマークが日本が接触し、 タムラがコーナーの外側に大きくコースアウトして壁につかり転倒したため3位でゴール。準々決勝では上位2人しか準決勝に進出できないため、本来ならブラッドバリーはここで敗退するところであった。しかし審判がガニオンとタムラの接触についてガニオンがタムラを妨害したと判断し2位でゴールしていたガニオンが失格となった。そのため繰り上がりで ブラッドバリーが2位となり、準決勝に進出した。後に、ブラッドバリーは、あの時、準々決勝では、先行逃げ切りを図ったけど、最後にバテてしまい、他のみんなに置いてかれたんだと語っている。準決勝ではスタートから、優勝候補たちの先頭集団に遅れを取り終始、最下位、5位で追走する、レース展開になったが、残り半周付近で、韓国の均等性が点灯し、 さらに最終コーナーを曲がり終える直前には、中国の李慶軍とカナダのマシュー・ターコットがそれぞれ点灯した。ゴール直前に、計3人が点灯したことにより、ブラッドバリーは2位でゴールした。さらにその後の審議で、1位でゴールしていた、日本の寺尾悟が、ターコットを妨害して、リも巻き込んで点灯させたと判断され失格となったため、ブラッドバリーは、結果1位となり、 決勝に進出した。決勝では、準決勝よりも大きく先頭集団に遅れを取り、再度スタートから、レースの終盤まで再開、5位で追走する状況となり、後に、ブラッドバリーは、決勝では、体が痛く、到底あのようなペースにはついていけなかったと語っていた。しかし、ゴール直前の最終コーナーで前を走っていた4人の、選手、王の、案件主、理系軍、 ターコットが互いに接触し合い全員転倒したため、一人後方にいて、難を逃れたブラッドバリーが転倒した4人を抜き、1位でゴールした。準々決勝以降、ブラッドバリーの前を走る選手が、ゴール直前で、次々と転倒したり、あるいはブラッドバリーより先にゴールした選手が失格になったりするなど、幾多の偶然と幸運が重なったことにより、ブラッドバリーは、 衝撃の金メダルを掴み取ることとなったのであった。なお、転倒したオ野ノとターコットは、いち早く体勢を立て直したものの、脇を悠然とすり抜けるブラッドバリーには追いつけず、スライディングで足からゴールして2位3位に終わった。金メダルを獲得した後のインタビューで、ブラッドバリーは、僕が一番早い選手じゃなかったのは明らかだよ。1分半のレースは本当に勝ったっていうのに、 メダルをもらえることがまだ信じられないんだ。メダルは、この10年間の苦闘に対して授与されるんじゃないかなと語った。また、ディップサービスとして、実は、戦闘集団のアクシデントを鍛えていた。そうしたら、本当に思わぬことが起こったんだ。作戦通りだったねと語り取材陣の笑いを誘った。苦闘には、二つの命の危険のあった事故を乗り越えてきた、ことを含んでいる。 一つは1994年のモントリオールでのレースでブラッドバリーは転倒の際他の選手のスケートの歯によって足を切ってしまったことで4リットルの血液を失い111針を入ーケが負ったもう一つは2000年9月にトレーニング中のアクシデントで首の骨を折り以後6週間ヘイロ具、ソング首を固定する医療機器をつけて過ごすことになった出来事である 南半球では初めてとなる冬季後、我が根メダルを獲得したため、オーストラリアでは、ブラッドバリーの、その功績を称えブラッドバリーの切手が発行された。なお、金メダルを獲得するまでの経緯が、上記のような勝ち上がり方だったため、オーストラリアの俗語、バーナキアラー辞典には、漁夫の利を得る、棚ボタの勝利、意図しなかったり普通で考えられない成功を成すという意味で、ブラッドバディする。 ドゥーイング、エイブラッドベリーという言葉が掲載されているという。また、日本の勇者のスタジアムやザベストハウス123等番組にも取り上げられ、オリンピック史上最高のラッキーボーイとして特集された。その際にインタビューにも答えており、メダリストとなったことで何が変わったかという質問にはとても何なったよと答えていた。その後、ブラッドバリーは、 競技からの引退を表明し2006年、トリノオリンピックには出場しなかったが、オーストラリアのチームリーダー、テレビ解説者として参加した。現在は、既婚者であり、現役時から勤務している、スケート靴製造会社の業務に専念している、他地元の消防団員としても活躍している。上期決勝戦は、その結果の意外さから、NHK のテレビ番組、 ピタゴラスイッチのコーナー、マルトの集団でも、その前景化が放送されたことがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。